くぞ。なんとかな。ほら乗って。いいアイデアだな。さすがだ。早くこっから出たい。よし、まだ動くか確かめろ。やってみる。ダメだと思った。バカなこと言うな。お前らすげえな。驚いたぜ。でしょ、私たちプロだから。中に誰かいると思う。多分な。本当にここに入るの？行くしかないだろう。
ウンドトラップ。何？一種の警報だ。一体どういうこと？誰か住んでたんだな。今はもういないみたいだが。誰が住んでたんだ？そりゃここが安全だって思ったやつさ。ここにいた人がどうなったか分かった。クリッカーってことは感染してから長いな。とにかく進もう。これ以上いないことを祈るしかない。まあ無理か。
ながってるかな。かもな。でもちょっと高すぎる。他にも出口はあるだろう。大丈夫。俺が非常装置か何かを起動させたんだ。ヘンリー、持ち上げてみよう。そっか、困ったね。ああ、いつもと同じだ。クリッカーだ。何？おい、これ動かせねえぞ。逃げろ、さっさと行け。サム、離れるなよ。ヘンリー、早く逃げなきゃ。ジョエル、頼むぞ。行け。心配ない。ああ、分かってる。よし、じゃあ行くぞ。ここを出る方法を探そう。
やったね。このまま行くぞ。いいな。ああ、
たくさんいたんだな。つまり人が。みたいだな。なぜ襲われたんだろう。さあな、よくわからん。間抜けだったってことだろう。あの梯子を下ろせるか。ほら行け。できたよ。よくやった。
ぬ。持ち上げで窓から出られる。向こうから開けてくれ。急げよ。ほらサム、お前も行くぞ。兄貴大丈夫だ。さあ行け。来るぞ。空気だ。見てよ。もう私をからかってるの？警告なんて恐れいる。通信塔はどこだ？近いぞ。さあ行こう。おい、大丈夫か？危なかったね。ああ、簡単じゃなかったけどな。なんとかなった。見ろよ。なあ、言った通りだろう。まずは道を探そう。お前は大丈夫か？もう慣れちゃったよ。ヘンリーといるとき、私も感染者をやっつけたんだ。すごいでしょ。そうか。うまくいってるよね。うん、まあ今は顎で使ってるだよね、ジョエル。
感染が始まった時には5歳ぐらいだったか。こんな町に住んでた気がするな。何か覚えてる？ああ、バーベキューかな。両親が大勢呼んで景気よくバーベキューやってた。今でも匂いを覚えてるよ。不思議だ。近づく奴は撃つぞ。なんて友好的なんだ。感染発生直後は略奪がひどかった。みんな怯えてたよ。ジョエル、覚えてるか？みんな自宅に立てこもってたな。それで食料が尽き始めた。そういう時に人の本性が見えるんだ。感染者が一人もいない世界なんて想像もつかない。犬に近づきすぎるなよ。飼われてるのとは違う。凶暴だ。これ何？ああ、アイスクリーム屋さんだよ。アイスクリーム屋さん？うん、兄貴に聞いたんだ。トラックでアイスを売るって。え？ジョエル、本当？本当さ。トラックが街を回って変な音楽をガンガン流してると子供が買いに来るんだ。絶対嘘だね。本当だって。変な時代だったんだね。ふん、言っただろ。
やってみるか。うまくできた。ねえ、お腹空かない？空いた。おい、お前ら、休憩は通信塔に着いてからだ。了解。
エリー、これ見て。ガッツ。おい、サム。気をつけろよ。なあ、いいよ。僕が先ね。ああ。くそ。やってみて。オッケー。投げるよ。うん。ブーン。あたし天才。運だ。なんで違うよ。ラッキーだった。ねえ。何その態度ムカつく。行くよ。何よ。最悪。じゃあ引き分け。違う違う、これはそっちの負けだよ。なんで私の負けなわけ。どう見ても引き分けでしょ。ああ分かったよ。